よし。族と戦ってる英雄さんか。仲間にすればきっと大きな戦力になる。でも残念ながらどこにいるかつかめていない。まずは目の前の敵を倒しつつ中央を制圧しよう。この妙な世界、ドノバンの策略としか思えない。また私で実験するつもりなの？覚悟して。あなたたちを倒してここから抜け出してみせる。邪魔をしないで。何の話だ。行くぞ。もしかしてあなたに見とれてたから怒ってる？とぼけても無駄よ。その手は食わない。進みなさい、混ざり物のお嬢さん。今のあなたなら夜にだって勝てる。手荒な真似をしてすまない。どうしても話を聞いてもらいたくて。美しい英雄さん、この世界を救うため共に戦ってくれ。ごめんなさい、悪い人ではなさそうだけど、すぐには信じられない。言っちゃったか。まあ当然だな。俺は諦めるわけにはいかない。彼女の気が変わるのを信じつつ、ひとまずここにいる族は討伐しておこう。俺たちの縄張りを取り戻せ。誰か助けて。よし、いい感じだ。なんであんなところにタヌがいるんだ。俺を誘い出す罠か。でも見捨てるわけにはいかない。
しない。門を閉めろ。入り込んだ奴らをぶっ潰してやれ。狩りの時間だ。無駄死はしない。やっぱり罠かよ。俺は相変わらずアマちゃんだな。時間が経てば救援が来るはずだ。それまで民を守りきる。あの人、みんな目に遭うと分かっていて、民のために。奴ら息が上がってるぞ。どんどん攻撃しろ。まだ来るのかよ。今日はこれくらいにしといてやる。手荒なマス連してすまない。どうしても話を聞いてもらいたくて。美しい英雄さん、この世界を救うため共に戦ってくれ。ごめんなさい、悪い人ではなさそうだけど、すぐには信じられない。言っちゃったか。まあ当然だな。でも俺は諦めるわけにはいかない。彼女の気が変わるのは真実っす。ひとまずここにいる族は討伐しておこう。俺たちの縄張りを取り戻せ。よし、いい感じだ。誰か助けて。なんであんなところに民がいるんだ。俺を誘い出す罠か。でも見捨てるわけにはいかない。俺が相手になろう。行くぞ。そのまま始末なさい。今こそ裁け。そのまま始末なさい。まだまだ上乗せよ。始末する。決めてやる。応援しなさい。大きな舞台へ行くぞ。少しは流れます。よし、始末。決めてやる。ブラボーですわ。子供じゃない。少しはやるようだ。これでよしと。ブラボーですわ。少しはやるようだ。やる。これで終わり。私こそ世界最強の騎士だ。無双の騎士っていうとこだっけ。
よし、いい感じだ。さすが。かかったな。門を閉めろ。入り込んだ奴らをぶっ潰してやれ。狩りの時間だ。私はしない。やっぱり罠かよ。俺は相変わらずアマちゃんだな。時間が経てば救援が来るはずだ。それまで民を守りきる。この人、危険な目に遭うと分かっていた。民のために。奴ら息が上がってるぞ。どんどん攻撃しろ。まだ来るのかよ。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。浄化完了なんてね。もっと人数をかけて攻撃しろ。さすがにこれ以上は耐えられない。なんだこいつら。やっちまえ。あなたたちはこんなところで倒れるべきじゃない。そんな気がする。だから力を貸すわ。こっちは任せて。あなたたちは別の敵を。ありがとう。あなたには感謝してもしきれない。いざ尋常に勝負せよ。あなたたちに私は倒せない。門が開いた。味方と合流し敵本陣を目指そう。注意して、誰か隠れてる。遠回りした方がいいわ。情報収集は忍びの基本。狩りの時間だ。私はしない。この戦場は把握してるから私を信じて。演じてやろう。キュートなくのうちさんね。私はリオ。二人で思いっきり盛り上げましょう。よろしく。よし、いい感じだ。私こそ世界最強の騎士だ。
無双の騎士っていうとこだっけ。味方を狙う殺気を感じる。一応来て。すごいな、これが英雄の力か。私がドノバンに捕らわれ、ひどいことをされた。それからは望まぬ宿命と戦う日々を。この混沌とした世界は、そんな悪夢を思い出させる。逃がしはしない。一刻も早く抜け出させて。この戦いで分かってくれたと思うけど、俺たちはあなたがいないとダメみたいなんだ。どうかそばにいてくれないか。あなたの言葉は軽くて調子がいい。それにどうしようもなくお人よし。でもその心に嘘はないと思う。だから一緒に行かせてもらうわ。わかった。なんだって。おお、くそうだな。うん。おお。くっ。
はあ、玉木を倒す。まずは邪魔な前線の奴らを撃破しよう。次は負けぬ。人間相手に戦うのはまだ慣れないな。ずっと妖魔と戦ってきたから。化け物とずっと戦ってきたのか。それは大変だった。そうだね。でも大切な人を守るためだったから。そうか。このままでは総崩れになってしまいます。再び前線の守りを固めましょう。敵の目は前線に向いてるみたいだね。この隙に奇襲しちゃおう。戦いは膠着状態にある。カリノ、私が奇襲をしなきゃ。私を打開しよう。しない。ありがとうございます、ジョウン様。どうか気をつけて。やばい。助けしかないか。進みなさい、混ざり物のお嬢さん。今のあなたなら夜にだって勝てる。よし、いい感じだ。味方でよかった。いたかたの者の負、オーカが相手だ。行くぞ。あら、ひょっとしてピンチ？もう迷わない。
雪辱いずれ果たす。浄化完了なんてね。よくやった、大義である。いい気分だ。よし、いい感じだ。欲しいわけではないのだ。そんなことは分かってる。あれ、じゃあなんで刹那さんが玉木と戦うんだろう。あれ、ひょっとしてピンチ。浄化完了なんてね。とても玉木ってかを憎んでるようには見えない。でも、だとしたらなぜ戦うんだ。彼は何かを隠している。恨まないで、出てきたあんたが悪いんだ。よし、いい感じだ。私こそ世界最強の騎士だ。あ、無双の騎士っていうとこだっけ。おお、実に見事な戦ぶり。決めてやる。
本陣に敵が。ここに来るまでに趙雲様と遭遇しているはず。趙雲様が敗れたということでしょうか。まさか、そんな。よし、うまくいったみたいだ。一気に倒せ。玉木、この戦はもう勝てない。とりあえず引き上げるぜ。わかりました。全軍撤退を始めてください。よし、いい感じだ。玉木、逃がすものか。勇者に任せな。傷つける相手が間違ってるぜ。家族なら玉木を守ってやれよ。他人に何が分かるって言うんだ。カリノ、時間だ。無駄しはしない。玉木って子は本当に優しいんだね。仲間にもすごく愛されてるみたいだ。ここまでなのですね。お兄様、どうぞ一息に。行け、玉木。これに懲りたら二度と俺の邪魔をするな。刹那兄様。刹那さん。いや、刹那さん。不思議なもんだな。悩みがあるとどうしてここに来ちまうんだか。
玉木か。何かあったのですか。悲しい顔をしています。大したことじゃない。玉木ではお役に立てませんか。まだ子供だから。いや、俺はいつも玉木に救われてる。お前の笑顔にどれだけ励まされてきたか。だから今度は俺がお前を助ける。また何か考え込んでいるようだな。お前は人を頼るのが下手すぎる。自分一人で何とかしたいんだ。弱音を吐いて幻滅されるのが怖いから。それもある。あとは誰かを頼ってそいつがいなくなったら俺はもう。おじうめが亡くなってお前が苦労してきたのは知っている。だが信頼してもらえないのも悲しいものだな。私たちを仲間だと思ってないのはあなたの方じゃないか。大変です。どうした。アーナス様たちが敵に囲まれ大怪我をされたと。このままでは。なんだと。今はあなたと一緒には戦えない。すぐに行く。はあ、そうね。ええ。刹那さんが危ない。急ごう。我が部とくと味わうがいい。進路は二つ。どちらを選ぶか慎重に決めなくちゃ。
俺が来たからにはもう安心だ。負けぬ。無茶はやめる。どうしてここに。感謝するよ。もちろん助けに来たんだよ。さあ急いでここから脱出しないと。皆様こちらからお逃げください。よし、いい感じだ。ぞ。なんだこの石ころは。石碑か何かのかけらに見えるけど、何が書いてあるかはわからないわ。おんよ、せっかくの大物を逃すわけにはいかない。承知した。よくやった。大義である。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。押されている。このままでは。狩りの時間だ。無駄死はしない。来てくれたんか。仲間が危なかったらそりゃ来るさ。本当に間に合ってよかった。ここまで追い詰めたのか。逃がすわけにはいかない。私の邪魔をするか。ならば消えてもらう。退路は立たせてもらう。おお、なんだお前は。混ざり物のお嬢さん、今のあなたなら夜にだって勝てる。案外早くお迎えが来たのね。それともこちらの出島さんが来たのかしら。そのまま始末なさい。私たちの仲間を返してもらうよ。落としなさい。マッチュエージャー、よろしく。俺が苦戦すると。足も混ぜるにゃ。少しやるようだ。まだ敵な舞台。俺あさっては敵の身を使った。容赦無用にゃ。素晴らしい活躍ね。さあもっと激しく。少しはやるようだ。刹那さんはいろいろ隠し事をしていた。でも優しさは本物だと思うんです。だからそれがお前の信じる道か。なら貫くがいい。うまくいったぞ。分かったわ。俺にはまだなすべきことがある。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。こんなに腕の立つ騎士がいるとはな。なんとか逃げ切れたようね。すまなかった。そしてありがとう。すまない。く
く。あの、そうね。せつなさん。わかった。王は犠牲者なんだ。王は自らの命を燃やして泉の強大な木を操る。そのせいで代々の王は短命に終わる。特に最近はもう10年と持たない。俺はどうしても玉木を死なせたくなかった。人生に光を与えてくれた大切な家族を。だから叔母上に占ってもらったんだ。俺が王に、いや永遠の王になれる方法を。刹那が王になるには異界の英雄から力を借りねばならない。ただし絆がなければ力はなじまずこぼれてしまうけれど、そして永遠の王になるなら三種の神器と共に泉に身を捧げればいい。そうすれば体も魂も朽ちることはない。泉の中で永遠に生きる。そんなのずっと苦しむだけじゃないか。それこそが俺の願いなんだ。玉木と世界を守り、そして二度と犠牲者を出さずに進む。俺にとってこんな幸せなことはない。これで隠していたことは全て話した。虫のいい話だが、どうか俺を信じてくれ。俺に力を貸してくれ。大切な人を守りたい気持ちは私にもわかる。でもあなたが犠牲になればきっとあの子は悲しむ。それでもいいの？覚悟の上だ。やっと本音をぶつけてくれたね。私たちの力を使って、今のあなたになら預けられるから。それでいいよね。私は元の場所に帰りたいだけだ。私にはやらなければならないことがある。そうだね。ここにいる誰もが自分のやるべきことを果たしたい。そのためにも力を合わせよう。ありがとう。何？そうね。よかろう。なんだって？まあ。
いや、そうです。はい。いや、いえ、私が。偉大なる王、泉を作り大地を祝福せし時、悪しき魔物よみ、闇より出で大地を喰らう。おう、清らなる泉の力にて大地をよみがえらせんとするも、よみ、その力をも喰らい世に滅びをもたらさんとする。おう、邪悪なるよみを泉の底へ封じん、故に人流この先を知らねばならぬのに。あら、黄泉の封じ方を知りたいの？お母様、知っているのか？ええ、教えてくれ、叔母上。できないわ。なぜ？理由はとっても簡単。誰だって自分を封じたくはないでしょう。たまき！あなたが！ごちそうさま。おかげで封印が解けたわ。最後の時を楽しんで、すぐにみんな消してあげるから。タマキ。はい、お願いします。
げるわ。おお、玉木。うん、はい、玉木ちゃん。よし、ありがとうございます。ああ頼む。早く黄泉を追わなくては。皆で力を合わせ母上を倒す。攻撃開始だ。やさあ行きなさい、みんなと遊んであげて。操るとは。母上、あなたは本当に。ヨミ、かなりの強敵と見ますが、私たちはこの世界を救うため進むのそうだ、いいものを見せてあげるわね。あなたたちの親しい人の幻影、倒せるかしら。幻影たちの敵よ。あれは幻のようだ。神器がそう教えてくれている。狩りの時間だ。逃がしはしない。もっと素敵な幻影も作れるのよ。とっても強いから気をつけてね。こんなに腕の立つ騎士がいるとはな。兵士たちの様子がおかしい。もう迷わない。母上に操られているようだな。お母様と戦うなんて。玉木、今は余計なことを考えるな。母上は強い。気を抜けばやられるぞ。事態は急変してしまったが、玉木殿たちが一体となれたことは良かった。ただ最後は本当に果たして良いのだろうか。行くよ、力を貸して。幻影下でなら悪心に手を使う。渡しなさい。私と戦うのまま始末なさい。なら仕方ないわね。今こそ裁きを。よろしくね。始末する。浄化完了。少しはやるんでね。すごいわ、頑張っているのね。もっと激しく。じゃあどっかに気を上げるよ。少しはやるようで。私もいい。その調子よ。具を示せ。ここまでの前に行くぞ。ロバリアのことはきついが、私はお前たちと協力できるなら少し嬉しいな。私も同じ気持ちだ。そんな今まで傷つけて知らなかった。おいおい、やめてくれよ。お前は俺たちを守ろうとしてくれたんじゃないか。よし、うまくいくな。進みなさい、混ざり物のお嬢さん。今のあなたなら夜にだって勝てる。よし、いい感じだ。いい流れね。あの子たちは本当に素直ね。私の言葉を鵜呑みにし、仲間割れを起こしてくれた。しかも復活するための力までくれるなんて。おかげでもうすぐ目障りなのだ。早々にお引き取り願う。
悪いんだ。言い忘れていたけれど、私はね、いくらでも作れるの。すごいでしょ。さよ殿はあまりにも以前のままで、罪悪感を止められない。見たことのない刀じゃが、巧みに扱うものよ。よし、いい感じだ。なら仕方ないわね。本気にゃ恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。強いのね。あなたが味方でよかった。いい流れね。雑魚のくせになかなかしぶといな。このままでは。誰か力を貸してくれ。狩りの時間だ。私はしない。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。よし、いい感じだ。ごめんなさい、この程度では物足りなかったわね。これでどうかしら。母上はいくらでも仲間を呼べるようだ。ならば先に母上を狙うのが得策か。ここまで来るなんてすごいわ。さあ、分かったわ。もっとあなたたちの力を見せて。いつから夜に操られていたのですか。待ちわびたぞ。あなたたちのお父様が死ぬ少し前かしら。あの人にはとってもお世話になったわ。狩りの時間だ。私はしない。まさか父上の死にあなたが関わっていたと。封印が解けそうだったから力をもらったの。でもあの人の命では少し足りなくて。なんということを。楽しかったわ。時間も十分稼げたし、そろそろお別れね。待て、逃げられたか。時間を稼げたとは。おう、
ああ。そうですね。いや。そうか。その通りだ。そうだね。ああ、わかった。ありがとな。頼む。うん。ああ、よし。おお。さあ。Understand。ありがとうございます。あやね。ふん、まったく、ナオトラ。ナオト。誰にも止められはせん。戦場をかける竜とならん。私は戦う。I'll take care of it.
神の神髄見せてあげる。ようこそ。またのお越しを。ようこそ。またのお越しを。信長さん。にゃんと。いや。つまらんな。さっさと終わらせてやる。もののふの魂、この槍にて貫かん。戦ぶりだ。
り知ったか。
そうね、そうだね、そうね。いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。またのお越しを。うん。ふう。